中尾智明9月17日台は、日本の政治家、税理士。山口県下関市長、山口県議会議員、下関市議会議員などを務めた。山口県下関市に男4人兄弟の長男として生まれた。父は、下関漁港の鮮魚仲卸人。1962年3月、下関市立神田小学校を卒業。 1965年3月、下関市立向井奈々中学校卒業。1968年3月、下関市立下関商業高等学校卒業。同年4月、下関から遠う市場入社。1972年4月、中央大学法学部通信教育課程入学。1973年、下関から遠う市場退職。 月中央市場、寿司屋、レストラン等でアルバイトをしながら中央大学と専門学校へ通い、充実した東京生活を送った。1975年11月、下関から東央市場再入社。働きながら専門学校で税理士の勉強を継続した。1979年、1990年3月、下関から東央市場取締役に就任。 1997年から1998年まで、下関法人会青年部会長を務めた。1999年4月、下関市議会議員初当選。同年10月、東亜大学大学院入学。2001年9月、東亜大学大学院終了。2002年5月に税理士登録する。2003年4月、山口県議会議員選挙に、 下関市選挙区から出馬し初当選。在職中は、新生クラブに所属。2005年、山口県議会議員を1期目の任期途中で辞職。下関市長選挙に無所属で出馬したが、現職の江島清下関市長に、僅差で敗れる。落選後、中尾智明税理士事務所を開設。2007年3月、ハートフーズ21副社長に就任。 同年6月、大分県佐伯市の中島水産社長に就任。同年9月、下関市立大学非常勤講師着任。2008年6月、TKC 全国会中央研修所常任講師着任。2009年3月15日に行われた、下関市長選挙に、林義政参議院議員らの支援を受けて、立候補。安倍晋三元首相らが押した。 元山口県議会議員の友田優良を破り、初当選した。2011年4月、下関市立大学大学院入学。研究課題は、地域内文献。2012年、下関市立大学非常勤講師着任。2013年3月10日に行われた、下関市長選挙に2期目を目指し、立候補。県議や、市議の多くの支持を得て、新人で、 前、下関市議の西本健次郎を破り再選を果たす。2015年4月、中央大学大学院客員講師着任。2016年4月、関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授着任。2017年3月12日に行われた下関市長選挙に3期目を目指し、立候補。 実績と、非正継続の必要性を強調したが、自民党の党籍証明を受けて出馬した前、下関市議の前田慎太郎に敗れた。2019年、朝日小受賞受賞所有資格、免許は、税理士、副処理士、地方監査会計技能士、空手道四段、柔道初段、居合道初段。得意なことは、副差しの菊盛り。 父親の後を継いで魚屋になるつもりで商業高校に進学したのが母規との出会いである。漁師や養殖業者の経営のアドバイザーとして活躍する長靴を履いた税理士となることが夢だった。働きながら試験を受け続け最初の合格科目の母規論から25年かかって税理士試験を突破して2002年5月に税理士登録。市長時代に中尾は 市役所職員に母儀を奨励していた。中尾は2011年より、下関市立大学大学院経済学研究科に在学しており、2015年に修士論文の代わりとなる特定の課題についての研究の成果として、下関市における地域内文献への挑戦と題する自分史や自身の人生哲学などを盛り込んだ s 風の文章を提出。しかし、 審査の結果不合格となり、単位取得満期退学となることが決まった。中尾は納得がいかないと大学を批判し、情報公開請求を行うと表明。同時に同じ文章を出身校である東亜大学大学院に博士論文として提出し、博士の学位取得を目指すと表明した。妻と子供3人がいる。ありがとうございます。